ってないんだもん。というわけであっつんです。昨日無印良品の白桃グリーンティーっていうやつを買いに行こうと思ったけど、めんどくさくて買わなくて自分で勝手に作っちゃったっていう動画を出しましたけど、やっぱり本物を飲まないのは良くないということで無印良品に今日行きました。そしたら、うってまい、だが買ったのはちょっとよこしなさい。はい、というわけでね、しょうがないので代わりにこの栗グリーンティーってやつを買ってきました。しょうがない。なんだよ栗グリーンティーって。栗？栗なの？ほんのり甘い栗の香りをまろやかな味わいの緑茶に合わせました鹿児島県産のオーガニック茶葉を使っています。だって違うんだよ、白桃を求めてたんだよ。栗って栗じゃん。もう違うよ。もうね、私モンブランとかケーキと思ってないですからね。あれもう栗じゃん。はい、別にあなたは悪くないですよ。もういいよ、代わりに飲みましょう。はいはいはい。めっちゃ栗の香り、めっちゃ栗。お味の方はいかに。いただきます。栗じゃん。もう口に入れた瞬間、クリ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 で、お茶って感じ。二口目はなんかお茶の香りが強いな。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow!